アザミ族は、キクカノ族の一つ。セルジームアーベンセ多年草または一年草で、葉は、縁が、溶け状を呈し、葉が極端に深く裂けるものがある。アザミ族の花は、中倍花で、花粉と蜜によって虫を誘う。登場過剰は、多数の筒状花からなり、多くの種で、一つの筒状花は中心に細長く伸びるメしべと、それを筒状に、すっぽり包むおしべを備える。 虫が鼻に止まると、おしべが引っ込んでめしべとすれ、花粉が外にかき出される。しかし一部には、両性を備えた個体と、おしべに花粉がない。つまり、実質的に目花である個体との、二つの型を持つ。さらに一部には、目花だけを作る草と、お花だけを作る草に分かれる、私有一種の種がある。花の色は主に紫色である。 北半球の温帯から寒帯に分布する。紫系の丸い花、切れ込みとトゲのある葉といった特徴を共有しつつ、活発に主文化し、北、アメリカに約90種、ヨーロッパに約60種、中国約50種、日本にも60種以上、全部で約300種ある。日本産のアザミは4種を除き、日本特産である。分布域が、 比較的広いものと極端に狭い地域固有種がある。鳥海山だけの鳥海あざみ、白馬だけだけの大日あざみといったごく狭く分布する種も少なくない。分布が接する地域では容易に主観雑種が生じる。ありがとうございます。